会津若松市長の室井翔平です。今日は4月28日にグランドオープンしリニューアルした鶴ヶ城天守閣を皆さんにご紹介したいと思います。鶴ヶ城を紹介する観光課の星です。よろしくお願いします。お願いします。塩蔵というところですね。夏でもひんやりしてて、冷房が効いているようです。今回リニューアルして改めてですね、今ご覧いただきますが、こちらの石積みがそのまま見えるようになってます。若松城を支える石垣。本日はようこそ我らが会津藩の城へお越しくださった。はい、これで皆さん、会津藩の家老が皆さん天下に名だる方々が治めた会津の地の心臓、誠に重要な場所でござる。一応この白い後ろのこのバックの鶴の羽をイメージして、後ろの造形美を楽しんでいただくようになります。それこそ形だけですごい美しいんじゃないかということで、デザイナーの方がこれ白を塗りまして、これは本物の、はい、いぐし瓦っていうんですか、黒いでもね、冬染みちゃってね、割れるようになったので、今度この赤瓦、石の方には、釉薬に鉄分が含まれているということで、先ほど言ったね、傷みの時にも強いと。お城で、全国のお城で唯一、赤瓦。これ領主の変遷と国づくりということで、水を余ったところに。塩黒御膳が楽しい。これ、楽しいんですか。はい、もちろん。拡大して。大工長寿ね、大工職人がいたら本当なんだ、ね、この辺りが当時こう、治めていた土地の様子なんかも一緒に、これだけ広く、はい、広地だったという、この展示でこうちょっとこう物足りない方、用にこちらにより詳しい、これいいですよね。はい、さらに QR コードなんかも読み込めます、ね。ああ、はい。会津観光。県指定建造物。市指定史跡にもなっています。はい、ちょっと会津祭り前には会津にまつわる基礎をちょっとパネルを入れ替えて、はい、いろんなカスタマイズをしてちょっと展示していきたい。常にね、展示物を変わっていくということですから、はい、ぜひ、一度来た人もまた来てほしいですね。はい、はい、はい、参考に来ました。はい、上の列が全国的な出来事、はい、下がその時に会津が実際にどういう動きがあったか、いや、これ非常に見やすいなと思いました。あ、新鮮に8月23日会津藩の兵法も及ばず、新政府これは、ね、ぜひご覧いただきたいと思います。メインとしてもかなり、だんだん天守閣上になると小さくなるので、横幅が短くなります。会津松平かたまり港ですね。お役園ということで、ぜひお城に来た人はこのお役園にも行っていただきたいということですね。今回のリニューアルの特徴の、はい、先人と一緒に一緒にね、場所も、はい、最後のものは武家屋敷、最後ね、自分の屋敷のそばの長屋で亡くなってるんですね。はい、市長にぜひ、はい、VR の方を頼む。ああ、VR ですね。はい、あ、横の方いいかな、ね、ちょっと前御殿、はい、輪郭お三階本丸御殿、ちょうど足元のところにあったということですね。ストリートミュージアム楽しんでいただけます。はい、さらに山の方もご覧いただくと、ここにこう、はい、小田山東山温泉場所がですね、なるほど、ぜひ現地に足を運んでいただいて、この五層からの展望も素晴らしいものです。
ぜひ皆さんにお越しいただきたいと思います。